本土において新型コロナウイルス感染症の感染者が再び急増しており、村内でも7月8日からの累計で父島で83名、母島で3名、合計86名の感染者が発生しています。また、乗船前の PCR 検査では陽性反応とならなかったにもかかわらず、村内において感染が確認された事例も発生しています。村民の皆様にも観光や仕事などで来島された皆様にも熱射病に気をつけながらマスクの着用を心がける、室内ではこまめに換気を行う、手指や身の回りの消毒をこまめに行うなど、引き続き基本的な感染対策を徹底してください。村内におけるこれ以上の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぎ、普段通りの穏やかな生活と楽しい旅行の思い出を守るため、皆様のご協力をお願いいたします。なお、村内での感染者発生状況については、村ホームページ、父島村役場本庁舎前掲示板、母島署前掲示板に掲示しております。